おいっす。どうもっす。じゃあね、ちょっとパート3を撮っていきますかね。やっとね、どういうわけか、奇跡的に、一回ね、LP が1810までいったんですよね。でも、それはね、何かが覚醒したかのように、読みが合いまくって、すげえ投げが決まって、流れ超良くて勝ちまくるみたいなことが起きまくって1810まで行ったんだけど、その後すげえ調子悪くなって結局1100ぐらいまで落ちちゃった。そんなことあんのかよっていうね。じゃあちょっと対戦相手見つかるまでカットするか。よっしゃ。じゃあね、今日の第一戦目の相手は竜ですね。うわ、4連勝してんじゃん、嫌な感じ。それからね、前回の動画で、あまりにも惨殺されたやつはカットかなとか言って、総合5000とか言ってたんだけど、やっぱそれじゃあ、お前がいいところ見せたいだけだろうみたいな感じになっちゃうんで、連続5000でやっぱいいやっていう感じですかね。今のはジャンプ読みですよ。飛んできてくれ。飛んできてくれよ。ああ、ちょっと、俺の思ってるタイミングじゃない。どうしてもやっぱタイミングを誤るとタイプが出ませんね。からのマジか。オッケーです。くそー、一回1800に行ったのに1100まで落ちるとさすがにあれってなるよね。からのジャンプ読み。ちょっと早すぎた。受け身取ってない。やってない、暴発。そして、からの、そこで飛べる。そしてこの暴発がなぜか当たる。そこで昇竜が来る。歩き投げに分かってるのに反応できない。沖は中継が強いですね。からのジャンプ読み。おっせ。投げスカを投げる。危ねえ。ちょっと危なかったね。とりあえず初戦勝利と。続けて5000取っていきましょう。この対戦画面中に LP が出ればいいんだけどね。この結果まで出ないからさ。よし、次行こう。本日2戦目の相手も竜。さっきと同じ人かどうかもしれない。ちなみにちょっとあれですね。回線が悪い方でしたね。コンボが全然繋がってないけど。これはノーゲージ最大じゃないか。飛んできてくれ。オッケー。調子いいね。ちなみにこの LP の情報なんだけど、本当は試合ごとにみんなにお見せしたいんですけど、対戦前と対戦後の画面を編集の都合上であんまり、編集の都合上であんまりあそこをね、載せたくないんですよ。編集が大変になっちゃうから。それを考えると、この対戦画面だけをカットして載せている状態なんですが、そうすると LP がリアルタイムにわからないと。危ね。飛ぶでしょ。待って。上草出てない。竜巻旋風脚も取れるんだ。オッケー、調子いいね。からの、バクステからの鎖。オッケー。読み勝ちましたね。俺のスタイルこういう感じなんですよ。完全に先読みで次こうするでしょで、状況をこう二分してって、読み勝つみたいな。だから、負けるときはめっちゃ負けるし、勝つときはめっちゃ勝つみたいな。よし !3 人目の相手は、レインボーミカですね。レインボーミカも、こっちがひよったら負けます。だから、ガンガン攻めていきましょう。ちょっと、タイミングをしくっているな。そして、ひよっているぞ。
オッケードンからのジャンプダンプだよね。いいからの塊を投げる。まだピュアらない。オッケーいい感じいい感じ。そう、こうやって読み勝っていかないとね。まず飛ぶ。飛ばないよね飛ばないよね。後付けホイホイみたいな。どうしよう、完全に様子見てるな。でも固まったらこっちのもん。ボンボンがボンボンが来て、コマ投げ怖いですよ。コマ投げ来たー。やばいやばい、スタンチがスタンチがスタンする。なんだそれ、ちょ微妙に届かねえんだよな。やべやべ、この流れ悪い。こういう時は暴れた方がいい。ちょっとブルーヘッドにアーマー欲しいよな。やべ負けた。どうにかちょっとクリティカルアーツを入れてアドバンテージを取らないと次のラウンド取れそうにないな。クリティカルアーツを入れるにはヒット確認からブルーヘッドを入れる必要がある。様子見てるな。くそ、今の飛びのヒットを生かせないところが俺の弱いところだ。そして固まり始めているぞ。パンチ連打でいいから固まらないようにしないと。うまい、ババアが飛んでくる。相手対策してきてるな。危ない危ない。流れに乗せられたら負ける。それどういう動きなんだ。マジか。飛んできて、頼む、頼む。あぶねえ。あぶねえ、ギリチョンだよ、ギリチョン。そして今日、連続参戦勝利なので、勝ち越し確定ですね。ギリギリにも過ぎるだろうが、危なかった。スタンするとこだった。よし、次行こうぜ。今日4人目の相手は竜。もう、4人中3人竜ってやばくね？普段そんなに竜とマッチングしないけどね。普段はララとか、カリンが多いイメージがあるけど、なぜか今日は竜が多い。連発したら当たってくんないかなっていう甘い。そして昇竜連弾タイプか。そういうタイプか、竜。了解です。心しましょう。そういうタイプだということを覚えておきましょう。飛んでいきますよ、次。ほら。なあ。で、飛んでくる。飛んでこない。飛んでこないな、意外と。まあでもそこは入りますよね。からの、昇竜拳。じゃない、竜巻。まあ、その距離で昇竜するやつはさすがに。爆捨てが遅すぎて、早すぎた。で、飛んできて。飛んできて。飛んでこないな。あ、しまった。缶のタイミングを誤ったな。ほんとね、バーディの缶はね、派生が遅すぎて、いつ使うんだこれっていう感じなんだよな。OK。置き中継はかなり強いです。早いし、戻りも早いから、スカ角を取られにくいですね。おお、コパンが、コパンがスカカク取られた。からの、ジャンプ、おい、勝利だったね。からの、おお、そこでも勝利。で、歩き投げに注意して。からの、置き攻めに注意して。飛んでくるぜ。俺がね。で、飛んでくるぞ。来ないんかい。そして、鎖側ね。ブルーリベンジャーを。で、ジャンプ読みと。うわー、昇竜拳。昇竜拳当たってたけど、俺が当たってしまうという痛で。で、飛んでくるぜ。飛んでこないな。なかなか俺とは性格が合わないタイプだ。はい。
ドーンとね、今日は4連勝、気分がいいね。まあね、一応1500位超えたような、超えたことあるからね。そういうこともあるさ。1800最高だからな、1810が。次行こうぜ。さて、本日5000目の相手もまさかの竜。そして竜巻に鎖は通用しない。対空しっかりヒット確認してな、お当て投げ輪に注意。なかなか裏回りが効きませんね。で、次飛ぶんじゃねえか。飛ばねえんだよな。そうだと思ったぜ。ちなみにこのね、強ブルヘッドは、OK! 強ブルヘッドは、ガードされてマイナス5フレームなので、しかも結構距離が離れるんですよ。だから投げも入らないし、実は確定反撃がかなり絞られてくるという意味で、結構安全に使える技ですね。あと、この、ヒャッホーですね。これも、ガードされたマイナス5フレームで、しかも結構投げが通らないほど距離が空きます。からの、おお、そこで、最速竜巻？歩き投げ。で、ジャンプしてくるでしょ。してこない。ということは、こっちからジャンプすればいいんですね。からのジャンプ読みなんですね、これが。そしてちょっとブルホーン溜めつつ、ブルホーンなんですね、ここで。OK。今日かなり調子いいですね。OK、OK。今日5戦すべて勝ちましたね。最高です。それじゃあホーム画面に戻りましょうか。さて、ホーム画面に戻ってきましたが、本日最終の LP は、ちょっと待ってくださいね。本日最初の LP は 1430LP と。まあ、ちょっとなかなか、もうちょっと欲張っていきたいところですが。もっと高みは全然いけるんじゃないかという感じなんですが、まあ、今回はちょっとここで終わっていこうかな。バーディーというキャラなんですけどね、結構ね、ほんと読みのキャラだなっていう感じがしますね。まあ、俺の使い方次第なんでしょうけど。あと、コンボっていうのもそんなになくて、まあ、一応飛びからヒット確認コンボに行くか、補正切りのブルーリベンジャーの、弱のブルーリベンジャーで駒投げに行くか、みたいな、そういう感じなんですよね、多分。で、V スキルなんですけど、なかなかやっぱね、ジュースを飲んだり、バナナを食べたりっていうのはね、隙が多すぎるんで、なかなかこう、緊張している実戦では使う場面っていうのが限られてくるんですよね。だから結局置き攻めになるのかなって思うんですけど、俺は置き攻めの時に鎖を重ねたり、ブルーリベンジャーを重ねたりしちゃうんで、なかなかやっぱりその V スキルを使うことがないと。で、しかもこのブルネってなんだ。ピヨった時ぐらいしか、V トリガーを絡めた、クリティカルアーツまでのコンボっていうのをね、こう、確実に入れていいタイミングがないんで、結構堅実に攻めようと思うと難しいかもしれないですね。だから結構、ずぶとい選択肢を通していくというか、読んで、外れたら隙は大きいけど、当たればでかいみたいなやつをガンガン押し当てていくような、そんなキャラじゃないかなと思いますね。かなり俺の性格には合ってると思います。じゃあ、バーディーというね、かなり最高の相棒を見つけられたんで、このゲームで。このゲーム頑張っていきたいと思います。じゃあ、次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。